小田急エースは東京都新宿区西新宿一丁目の新宿駅西口地下広場の一角にある地下商店街小田急グループに属する新宿駅の西口における代表的な地下商店街で飲食店や用品店などが軒を連ねる1966年11月新宿西口地下名店街として開業 2020年4月1日に設立された小田 QSC ディベロップメントに移管され運営されている。正式名称は新宿駅西口地下街。都市計画法に基づく都市施設名称は東京都市計画駐車場第26号新宿駅西口駐車場で都市計画駐車場の併設地下街の位置づけである。住居表示は東京都新宿区西新宿一丁目。 西口地下が1号。面積は29,650.0平方メートル。小田急線新宿駅が立体化され、その上層部に新宿地下鉄ビルディングが建設され、小田急百貨店新宿店本館が、春区から新宿地下鉄ビルディングへ移った。その際に、現在の小田急百貨店本館の周辺にあった。 飲食店などが新しくできた地下広場に移ったのが始まりである。地下広場でも2箇所に分かれており、新宿駅、西口バスターミナルの下にある部分が、北立、京王電鉄京王線新宿駅の西側地下に繋がっている部分が南館である。北立は新宿 L タワーや小田急ハルクに直結しており、新宿副都心の地下の入り口に位置する。南館は、 京王モールと一体的に直結しており、京王モールを経由して、京王新線、都営地下鉄新宿線、大江戸線の乗り場につながっている。駅と直結しており高立地であるため、平日、休日問わず、買い物客や通勤客が多く訪れる。飲食店以外にも、OL 向けの雑貨店なども多い。詳しくは、夏季公式サイト参照。ありがとうございます。